はい、ハートブレイズバスマントレーナー兼フィットネスインストラクターのゆうたです。今日も YouTube 動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日からですね、この動画では何をご紹介していくかっていうと、全身のエクササイズです。で、そのエクササイズは何を紹介するかっていうと、準備運動というのがテーマです。皆さん準備運動されますか？もしくは準備運動の大切さをご存知でしょうか？結構ですね、僕スポーツクラブ出身なんですけども、準備運動しないでトレーニングをしているとか、準備運動しないでスタジオに入るという方結構多かったんですね。で、そんな中でやっぱりどこかしらやっぱり怪我をしてしまうということが多くて、あとはもしくは慢性的な疲労とかですね、そういったのが多くて、やっぱりその部分がすごく引っかかってたんですね。で、やっぱりそれを今になって思うんですけど、やっぱり準備運動はすごく大切です。めちゃめちゃやった方がいいというのが思いとしてありますので、それを一緒に今回からやっていこうということが、この動画でご紹介していきたい内容です。で、全身のエクササイズをするんですけども、まず見てほしい方は怪我の予防をしたい方ですね。例えば膝、腰、肩、いろんなところがありますけども、そこの関節の痛みを、こさせたくない方以下はぜひやって見てほしいですし、やってもらいたいです。あとはダイエットをしたい方です。ダイエットをやっぱりするためには、全身の血液をやっぱり改善することとか、代謝をアップさせることってすごい重要なんですけども、何にもその準備運動をしないで運動すると、やっぱり体って普段使うところがメインで使われちゃうので、他の眠っている部分、あんまりこう機能していない部分っていうのが、使われにくくなってしまって代謝が下がってしまうんですね。逆にダイエット効率が下がってしまうというのがありますから、ぜひダイエットをされる方にもやってほしいです。あとは、パフォーマンスを向上したい方です。例えば何かレッスン、スタジオレッスンでもっとこういう風に蹴りたい、こういう風にパンチをしたい、あとはこういう風に綺麗に動きたい、そんな形でパフォーマンスを向上させたいという方もいらっしゃれば、あとスポーツをされる方もすごく重要です。やっぱりこう準備運動をしておかないと、その部分がパフォーマンスを向上するにも、全身の筋肉をうまく使う、全身の組織をうまく使うということが重要なので、その部分を、やることおすすめです。ぜひこの動画を見ながら一緒にやってもらえればなと思っています。で、本当に 2,3 分ぐらいの準備運動で一緒にやっていくんですけども、今日はアクティブストレッチを、下半身ですね、下半身のアクティブストレッチをご紹介していきますので、一緒にやっていきましょう。ではまず足首の、アクティブストレッチからスタートします。まず最初ですね、この四つ這いの状態になってもらって、背中のラインはまっすぐにします。丸まったり反ってしまったりしないように、この位置から両手を横に広げましょう。足をこんな形で、重ねていきます。そこから後ろにぐーっとお尻を引いて、右足、今僕右足のふくらはぎ伸ばしてるんですけども、右足のふくらはぎを伸ばしながら3カウント、1、2、3、そして軽く戻して2、2、3という形にしていきます。はい、ちょっと注意点としては、背中が丸まってしまう、肩が上がってしまう場合すごい良くないので、この場合はしっかりとまっすぐいい状態を保ちつつ、右足の膝は曲げてもらってもいいので、お尻をしっかり後ろに突き出してみてください。はい、この状態でやってみます。では行きましょう。息を吐きながら1、2、3、軽く戻して2回目です。2、2、3、3回目いきましょう。3、2、3、4つ目です。4、2、3、5回目いきましょう。5、2、3、ラストも1回いきます。6、2、3、はい、 OK です。それでは足を入れ替えてもらって、逆足です、左足でいきましょう。同じように地面をぐーっと押しながら、お尻を引いて1、2、3、戻して2回目です。2、2、3、3回目いきましょう。3、2、3、4つ目です。4、2、3、5回目。5、2、3、ラストです。6、2、3、はい、 OK です。今度は、今のはふくらはぎですね。次はももの付け根のストレッチをしていきます。足を前後に開きましょう。そして、後ろの足のお尻の筋肉をキュッと締めます。少し体を前に倒します。そうすると今左のももの付け根の筋肉が伸びているんですけども、この状態で体が前に倒れたり後ろに反ってしまったりしないように、頭が天井に引っ張られるようにまっすぐと、姿勢を保ってください。
この状態から手を用意して右側に倒します。体側と左のももの前が伸びているような感覚を得てみてください。はい、じゃあこれを3カウント6回いきましょう。せーの、1、2、3、2回目です。息を吐いて2、2、3、3回目です。3、2、3、4つ目、4、2、3、5回目、5、2、3、ラストもう一回いきましょう。6、2、3、はい、OK です。それでは足を入れ替えます。同じように、今度は右のお尻をキュッと締めた状態で、その状態からキュッと前の方に出ます。少し体はまっすぐですね、頭が天井に引っ張られる状態です。ではこの状態から左側に倒します。息を吐いて1、2、3、2回目です。2、2、3、3回目、3、2、3、4つ目です。4、2、3、5回目、5、2、3、ラストです。6、2、3、はい、 OK です。じゃあ今度最後ですね、内ももの筋肉を伸ばしていきます。で、今度はこの四つ這いの状態にまた戻ります。足をこんな形で横にセットしましょう。真横にセットしていただいて、ちょっと手を横側に開きます。体のラインは床と平行な位置を作ってください。同じように丸まったり頭が下がってしまったりしないようにします。これで地面を斜め方向に押して、お尻を後ろ側に引きましょう。内ももの筋肉が伸びるのを感じてください。では行きましょう。1、2、3、2回目いきます。2、2、3、3回目です。3、2、3、4つ目です。4、2、3、5回目です。5、2、3、ラストもう1回。6、2、3、はい、OK です。今度は逆側ですね。同じように今度は左足を横にセットします。はい、でその状態からまた地面をグッと押しながら、体はまっすぐ床と平行ぐらいにしてみます。地面を押してお尻を引きましょう。左の内ももが伸びるのを感じて、1、2、3、戻して2回目です。2、2、3、3回目、3、2、3、4つ目です。4、2、3、5回目、5、2、3、ラストです。6、2、3、はい、OK です。はい、いかがでしたでしょうか。こんな形で下半身を今、足首周り、股関節周り、膝周りを動かした、伸ばしたんですけども、こんな形で伸ばしていくと、しっかりと体が、温まって、まあ、動きの準備になってくるんですね。はい、なのでしっかりこれを運動前、スポーツ前、何か体を動かす前にやってみてください。はい、またですね、こんな形でアクティブストレッチ、もしくはいろんなエクササイズをご紹介していきますので、一緒にやっていきましょう。ではまたよろしくお願いします。